ニュースしゃべり残し、はい、本年初めてバージョンではありません。初めてはこれかな。先週はこれがなかったんですけど、今日オンエアでちょっと触れたように、おかげさまで大阪の難波の朝日屋で、週刊ベストトップになりまして、はい、ありがとうございます。皆様のおかげです。あ、今日オンエアで言わなかったんですけども、さんずりで3000部かなんかの増刷が決定いたしました。だから発売2月、まあ翌月でさんずりは結構なペースだと思います。だから初版っていうのからだんだん入れ替わりますので、もし書店で初版を見つけたらためらずに買っていただいた方が一つよろしくお願いします。さて、今日のズームフラッシュ1項目目がウクライナ軍報道官は東部ドネツク州のクラマトルスクでロシア軍の攻撃を受けたのは民間のインフラ施設、今年の1月かな、1月か、1月1日か、ウクライナがですね、まあ、どうやらロシアで新兵を集める教育施設みたいなやつを、そんなもん大砲の弾届くところに置いとくなやった話なんですが、これはアメリカの供与したハイマースというやつで、ロシアが、まあ、徴兵した新兵の人たちを集団で教育しているところを一箇所集めて教育してたら、そこに大砲の弾がハイマースが飛んできて、ロシアが正式に認めているだけで89人ですから、おそらく桁が一つ上がる、何百人も同時に殺されたみたいで、だからもうこれだと国内的な世論的に持たないということで、ロシアは反撃をしました。で、ウクライナ兵600人を殺した、ひでえ話だよねって話なんですが、と発表したんだけど、どうやら西側の諜報機関その他から上がってきてる情報ではどうも嘘じゃないの、つまり対国内的なロシアがですね、一方的にやられたままでは世論が持たないので、反撃してウクライナ兵もたくさん殺しましたよと、うちは89人しか死んでますが向こうは600人死にました、いうことの宣伝合戦をしてるんだということで、実際はただね、ここへ来て明らかになってきてるのは、やっぱり東部のドンバス地帯のすでにロシアが制圧しているところだけはとにかく死守をしたいということで、例の軍事会社ですね、刑務所からリクルートしてきて、まあ、刑務所でとにかく半年死なずに済んだら無罪放免だみたいなことで最前線に凶悪犯どんどん送り出して、そうするともう必死になって相手殺すという、人殺すのに全くためらいのない人たちを東部に投入して、まあ、今血みどろの戦いがウクライナ東部で行われている、という現実はあるようですね。まあロシアのプーチン、そここへ来てやっぱりロシアのプーチン大統領の眼説というのもだいぶ国際的に、報道されるようになってきました。まあ、ここまで報道されるとある程度信憑性があるのかなとも思います。なんで去年あんなことしてしまったのかというと、癌で間もなく死ぬということを宣告されたプーチン大統領が、自分はロシアの領土をこんだけ拡大して独立しちゃったウクライナも旧ロシア帝国のね、領域を取り戻すように、プーチンが歴史に名前を残したかったんだと、死ぬ前にウクライナを取り戻したいという、取り戻すって変な言い方ですけども、そう思ったのが開戦の原因だったんではないのかという分析に関しては、それなりに説得力が出てきたかなという感じがいたします。さて、北九州市で開かれた20歳の記念式典の出席者の振り袖に墨汁のような液体がかけられる被害が相次いだ。これは写真ですね。これは朝日の配信している写真か。これこういうふうに墨汁がこう、だから背後から、墨汁をかけた。どうも同じ北九州の、式場で9人の被害。だからまあ多分同一犯、こんなこと何もやらないと思うので多分1人が、ターゲット誰でもよかったということで9人に墨汁だけど、本当かわいそうですよね。今親の振り袖を娘さんが着るというケース結構増えてますが、 親が大事にしてた振り袖をせっかく着てね、式に臨んでこんな墨汁なんかかけられちゃったら墨汁なんか取れませんからね。でレンタルだって、レンタルの場合はどういう扱いになるのかな。まあ、いずれにせよ本当になん
てバカなやつがいるんだと。なんかね、最近のあのここに来て、あの成人式で沖縄であの若者が暴れるというのがあんまりニュースにならなくなりましたけど、最近ちょっとおとなしいのかな。いずれにせよ、なんか成人式のニュースってバカの見本市みたいな感じがしてですね、バカと日本劣化の見本市みたいなことに、まあ、成人式が最近なってた状況の中で、今回の墨汁事件というのも、まあ、延長線上の感じがいたします。さて、あのオンエアでもかなり詳しく触れましたが、東京都の消費者物価指数が40年ぶりの上昇で 4% 上昇、昨日のニュースでありましたけど、マクドナルドは去年2回値上げしてるんですが、近々16日かな、来週には3回目の値上げに踏み切ると、だから去年の値上げから1年経たずにその間3回値上げって、ちょっとやっぱり異常事態だろうと思います。私の経験で物価というやつは一遍火がつくと止まらないですよ。需要と供給でみたいな言い方する人いますけれども、例えばヨーロッパって 10% 近くの、物価上昇率なんですが、統計をこう見ると需要と供給で言うと、いや相変わらず需要が足りてないんですが、それでも物価 10% 上がりますから、そういうことだけで物価って決まらないんですよ。やっぱ気分であるとか雰囲気であるとか勢いであるとか、もうこのタイミングに上げちまおう。今日オンエアで触れましたけど、やっぱり卵10個で288円、いっぺんこういう値段で売買が成立するということをみんながこう覚えてしまうと、そこが値段の標準になりますから、今年を占う上において物価というのが最大の肝だというのは年初からずっと言い続けてますけれども、ちょっと今報道されている一つ一つのものを見てると、ちょっと具合悪いよねと、はい、いう状況にはなりつつあります。はい、てなことで、今日はここまでです。よく今日はですね、今日オンエア聞いていただいた方はよくご存知だと思いますが、よくここまで踏みとどまったなという感じです。はい、どうも急激なお腹の下りは止まった感じですね。だから今日は帰りは歩いて帰れそうな気がします。ただそれとは別に、ちょっとここへ来てですね、食道と胃が明らかになんか炎症を起こしてる感じがするんですよ。来週早々にちょっと医者に行って、僕めったに医者って行かないんですね。だけど今回はさすがにちょっと医者行かないとまずいんじゃないのか、そんな感じなので、これは結果は、オンエアで報告しなければここで、はい、ご報告をさせていただこうと思います。それまではぜひこちらの方もどうぞよろしくお願いいたします。